2021年3月20日衆議院議員の原口和弘です。ごきげんよう。朝のご挨拶 A です。東京も真っ青な空ですね。歩きながら今日3月20日私にとって大事な人の命日、愛の小一郎先生、そして祖父の原口栄四郎、栄四郎って栄える四郎って書きますけど長男なんですよね。なんで4をつけたのかよくわかりませんが、温厚な芸術家だったですね。染め物をやって本来跡取りをやんなきゃいけない、それが飛び出してですね京都で修行をして染め物をやって、結局最後は戦争で祖母の祖父から言うと妻ですね、佐渡の高木瀬、今の私の家のところに落ち着くわけですけども、ずっと美を追求してきた人でした。冬になると染め物のですね染めたその織物が冷たい川に流れてとってもその色が綺麗だったのをよく覚えてます。芸術をですね向かう人っていうのはやっぱり独特のものがあるんだと思いますね。よく時代にそうやって家を飛び出すことができた。また祖母のようなですね大きい、もうどれだけこうなんていうかな、どうして結婚したんだろうって不思議なぐらいですけど、それを言ってももう今となっては分かりませんが、祖母の兄弟は軍人が圧倒的に多かったんですよ。祖父の兄弟は教育者やキリスト者が多くて接点がないんですよね。その不思議な夫婦でした。また昨日はですね東京に戻ったら、ものすごく美味しいレモンとトマトをいただいてて本当ありがとうございました。広島からこの朝のご挨拶をご覧くださってる方でですね、お料理のプロフェッショナルの方で、いやそのもうレモンとトマトの綺麗なこと元気が出ました。ありがとうございます。レモンは蜂蜜につけてでたくさんあったんでみんなに分けました。もったいない自分だけで食べるんですね。トマト大好きなんでトマトは持って全部子供たちと食べようと思ってます。ありがとうございます。ずっと勇気をもらってますっていうお話で、いや私の方こそ日
勇気をいただきました。お礼状を書きます。さて、昨日はですね、またいくつもやっぱり国会に戻ってくると仕事が目白押しで、野党合同ヒアリング、厚労省の皆さんに感謝を伝えました。正直に答えてくれてると思うんですね。そのワクチンのことで、やっぱり昨日高知の岡崎市長さん、ありがとうございました。現場のですね、生の声をしっかりと教えていただいて、竹内則夫代議士がですね、ご紹介いただいて、同じ市職市で先輩になられるんですね。すごくわかりやすくて、本当この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。でワクチンについてはまさにいろんなことを大臣が言ってますが、シナさんと私で質問をしたんですけど、職限をしないでくれて本当ありがとうございます。職限じゃない、正しいことを言ってくれてですね、ありがとうございます。要請をしたっていうそこだけですね。だから合意はまだどこまで行くかわからないということで、でやっぱり長妻さんが最後に言ってたみたいに、三頭立ての場所にしてしまったために、本当にこう、しかも情報発信が非常にこう、なんて言うんでしょうか、荒っぽいっていうのかな、で混乱をしてしまってますね。あ、これ鶴原アルテミスをこうやって這わせるんですね。あっちもだ。うわ、一週間ぶりに来たらこんな風になってます。うわ、向こうもだ。これずっと這わせるようになってますね。いやーすごい。うちもやってみよう。ドンファンで、ドンファンでやったらすごいでしょうね。真っ赤にですもんね。真っ赤っていうか真紅ですよね。もう咲いてるかなと思ったけど、アルテミスも1年です。あ、5月がバラの季節なんです。それもなんかここいつも咲いてるような感じがしますけどね。そういうちょっとワクチンの状況をよそに、もう非常にこう感染が拡大して、いますね。あさってはいよいよエリックさんがカバード大学、木工バラですね。木工バラ、私疲れですか。いや疲れ結構溜まって、佐賀帰ってなんていうかな、いい人たちからエネルギーもらってるんですよね、講演会の方々と思うんで。でなんでか知らないけど、その YouTube ってあれですかね、コンピューターが勝手に動画を出してくるんですね、予算委員会の動画とか。でなんと今朝は2012年に負けた時の敗戦の弁、小選挙区で負けるわけですよ、総務大臣を経験して。でその時の弁があってですね、1分半ぐらいのやつですけど、いやー、それ妻と戦った最後の選挙なんですよね。妻とその戦った最後の選挙で、民主党が消費税上げないと言って上げて、まあボロボロの選挙、一回も選挙で辛いって言ったことのない妻が、まあ比例復活するんですけど、私は
2012年の総選挙きつかったって一言言ったんですよね。でその選挙を最後にもうそのよあれは2012年の暮れですよね。その暮れの翌年の夏参議院選挙の最中に倒れて、そして8月の5日に亡くなるんですね。自分の力のなさを呪いましたね、本当に。でもああいう画像が出てくると、今はなんかもうほっといても受かるよとか、そんなもんじゃないですね。いや厳しい選挙なんだっていうのをね、つくづく思います。その時のやっぱり流れっていうのもありますからね、もっともっと頑張らないかなと思います。明日でちょうど衆議院の任期半年になるわけですね。半年になりますから、ポスターもぜひ皆さんの周りに貼ってくださってる、一人だけのポスターはこれ貼れなくなりますんで、急いで今ずっと変えて回ってますけども、安住くんとの2連が犬塚さん、石垣さんの3連にですね変えてください。そうですね、2014年も2017年もそんな楽な選挙っていうか、2014年なんていうのはもうほとんど絶望の選挙ですもんね。動くことができない、選挙区が3から2に減る、そして自分の足はなんていうんですかね、新宿駅、何駅って言ったかな、もう足から駅が漏れまくって今の3倍になってて、ズボンも右足だけ3倍にしてですね、そして立てる時間はたったの25秒、でも25秒でも立たせてもらって、でアメリカから子供が帰ってきて代わりに動いてくれたんですね。それで小選挙区で勝つ、次の2017年、前回は希望の党への合流騒ぎがあって、希望の党へ私はどうしても行きたくなかった。明るくあったかい選挙をずっとやってきましたから、人を排除する、まあそれもみんなが排除したわけじゃないんですね。後で気づいたら特定の排除の論理が小池さんでもないみたいなんですよ。だから結局党のない民進党に残ったままの無所属の選挙で、その前の選挙が、まあ、ほとんど命がないだろうって言われた選挙ですから、やっぱりダメやったとよと、ほらデトンサ仲よと、無所属は世間放送とかがものすごく限られますからね、ポスターもやっぱりダメやったとよって言われながらの選挙でしたけど、初めて10万を超える得票をいただいたっていうのが前回ですね。だから今回また一からこう組み直さなきゃいけないっていう選挙ですね。ただまあほぼ毎晩やっている機能的財政論、昨日36お送りしました。でその前に国交労連っていうの皆さんからぜひズームで会議をやってほしいと、藤田孝則先生の第2回の日本の未来を作る会、それもご覧になってたのか分かりません。ワーキングプアって、それは公務員もそうです、厚労省に至っては 56% が非正規で、どん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 その公共サービスも、ご覧いただきましたか、ありがとうございます、切っていって、でそして自分たちももう雇用の安定を図る、そのハローワークで働く人たち自体が不安定な雇用なんだと。私たちの同級生もこれ定年延長が去年も消えて、その前も消えちゃったんで、
もう定年になってるんですね。で、だけど65歳まであの年金が来ない。その間どん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 貯金が減っていく。だから、公務で働く人もですね、何さんって言ってたかな。その有期労働、有期っていうのは期限の限りのある労働なんですね。1年経ったらもうあのどうぞあのもう一回契約ですよと。で、民間の場合はですね、これ法律を変えて、5年あの非正規やったら次はあの正規にしなきゃいけないというのになってますが、公務員の場合はそれがないんですよね。これだけ大きな国が、もう公務で働く人も民間で働く人もお互いがお互いを叩き合ってやってたらダメだっていうのを昨日ですね、つくづく再確認をいたしました。みんなが手を結ん で、しかもそれは一番弱い立場の人たち、若い女性の方々、つまり雇用の調整弁にされてると。あ、再任用さんじゃないんです、もちろん再任用なんですけどね、 なんとかさんって言うらしいんですよ。嫌な言葉でした。ゆうきさんだったのかな、何なのかな。ちょっと一回だけ聞いてうわーって思ったんで、あのその言葉を忘れてましたね。ちょっとね、これどう立て直すかですよね。で、しかも昨日出た統計だと日本の貿易の先って今中国が一番でしょ。これ日米首脳会談のログも入ってきました。いやー、もうちょっと代償なんていう話じゃないですね。私ね、枝野代表が言うように台湾との状況はその自由の、連帯ということで大事だと思いますし、私も台湾についてずっと WHO に入れるべきだということをやってきましたし、李登輝総統もご出身の京都大学に来ていただきたいとずっとやってきました。でも国家がこうあそこまでこう準備をしないで、なんで他のその首脳が今アメリカバイデン政権に行かないかって、コロナだけじゃないんですよね。日中対立にしたくない、米中対立の中に巻き込まれたくないっていう強い思いがあって、まだあのバイデン政権非常に不安定ですよね。で、そこで繰り出される外交姿勢を見極めてもいいっていう考え方のようなんですよ。で、そこであまり外交についてはこうチームができていないあの菅総理が行かれてですね、そしてもう大変な台湾アクトのあるアメリカとその日本とでは随分違うんですね。で、それもこれもやっぱり公務で働く人たちのこのどうしようもない労働環境の劣化、私が作ったあの公共サービス基本法の第11条、働く人たちの権利を保障しなきゃいけない。そこがあの働く人たちの環境を良くする配慮に変わってるんですよね。いや、頑張んなきゃいかんなと思いますね。もう本当に頑張んなきゃいかんと思う。この緑の濃い、講演からですね、お送りをいたしました。この後あの国会行ってまたあの国会でいろんな話をしますが、昨日あの佐伯健議員が、決算行政監視委員会でいい質問してますね。オリンピックの、費用の妥当性について質問をしてます。まあ、他方でいろんな電力会社公取が入ってカルテルの疑いなんでしょうか、社債の発行を見合わせるっていう状況になってますね。これエネルギーの安全保障についても根本からやらないといかんなと
思います。そうですね、今夜は機能的財政論はできませんというか、新幹線に乗ってます。まあどうすかね、広島夜一泊して朝一の新幹線で届けばいいんですけど、往復するともう真夜中になっちゃうんですよね。ちょっとそれもあれなんで、広島の方を、うわあれはオウムみたいのが飛んでましたね。そうですね、働く人が横に手をつなぐんですよ。つなげば変わります。いろんなところで中抜きされてる佐伯議員の質問、 YouTube にどっかになってませんかね。やってみますかね。仲間が増えてですね、非常に嬉しい限りです。じゃあ、ごきげんよう、頑張りましょう。頑張ろうです。ありがとうございます。じゃあこのね、筋で、いや広島ね、厳しい選挙みたいで、やっぱりね簡単じゃないです。頑張りましょう。宮口春子さん、宮口春子さんね、よろしくお願いいたします。ではごきげんよう、失礼します。